どうも皆さんこんにちは、タクバスです。今私はですね、羽田空港のおなじみのね、京急の駅のね、端っこにいるわけなんですけども、本日はですね、ANA のダイヤモンド級がね、続きということで、どうもね、やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、お得系のね、YouTuber のオニマルチャンネルさんという方はですね、みんなの銀行キャンペーンのね、ばらまきプレゼント企画っていうのをねやりますんで、それのねお手伝いでちょっとね、宮崎の方までダイヤモンドシーをね兼ねていきたいと思います。今回はですね、ちょっと急遽決まったということで、ANA のね株主優待券で、航空券購入してまして、結構高かったですね。2万円ぐらいしたと思うんですけど、まあせっかくなのでこちらもダイヤモンドシーをね含めてやっていきたいと思います。今ね、朝の10時ぐらいで、飛行機はですね12時ということで、早速ねチェックインして、ラウンジねゆっくりしつつ待ちたいと思います。で、羽田空港ね、どんな感じなんですかね、人多いんですかね、ちょっとそれもね見たいなというふうに思っております。それはね、早速チェックインしていきたいと思います。で、今ね出発ロビーに来たんですけど、思ったより人いますね。下の方はね全然人いなかったんですけど、もう結構いますね。それでは着きました。今回もねこちらからチェックインしていきたいと思います。今ね若い女性の方とかもねこう入ってきたんで、ダイヤモンドなんですね、すごいですね。それでは行きましょう。それではね、無事チェックインすることができました。でですね、毎回ねANAスイートラウンジっていうにいますので、ちょっとね今日はカードラウンジちょっと見て回りましょうかね。今ねここにいまして、今日はね500番のね搭乗口からなんですよね。この1階のバスラウンジってとこですね。あとでねこっちの方に行って搭乗っていった形ですね。とりあえずクレジットカードラウンジ行ってみましょうかね。どこにあるんだろうまあちょっとね散歩がてら見て回りたいと思います。いや全然人いないですね。今日土曜日ですからね、こうやって見るとかなり人少ないですね。ほとんどあれでしょうね、お仕事の方ばっかりですかね。でちょっと言い忘れましたけど、今日からねこちら見えてるところで、これホヌのマスク購入しましたので、ですね、またあれなんですよ、 M サイズと L サイズのセットしか売ってなくて、 M サイズね2枚欲しかったんですけど、カイ君とライ君だったかな、ラニ君だったかな、はい、1種類ずつということで、まあ、そんな感じになっております。まあ、ちょっと可愛いですよねこれね。ちょっと、まあ、あの ANA をマスクをねつけたところで、特にねあの CA の方から込みみたいなのはありませんね。それではですね、こう何番ゲートだったかな、ここは65番ゲート付近のねラウンジですね。ちょっと入っていこうかなと思ったんですけど、かなり並んでますね。どうしようかな、ちょっとかなり並んでるんですけども、せっかく来たんでちょっと中ねさらっとでも見てみたいと思います。こちらのラウンジはこのクレジットカードのゴールドカードがあれば入室可能ということで、まあ、詳細はですね、中にね、入るときにカードをね挿すところがありますので、そちらね挿していただいて、まあ、利用できるかどうかっていうのがね分かるっていう形になります。それではねカードラウンジ出ました。今回はですね503番搭乗口ということで行きたいと思います。スイートラウンジからバスラウンジ結構遠いですね。あと 170m 映ってるか。今回こちらです、バスラウンジ行きたいと思います。1階バス出発ラウンジ下りエスカレーターです。
私こちら使うのは初めてです。今回ねソラシドエアということでこちらもね動画出すのは初めてかなと思いますので、こちらも楽しみですね。あ、こんな感じになってるんですね。本当に初めてで、いや、こんな羽田空港にこんなところあったんですね。初めて知りました。今回は503番ゲートでは、ね、搭乗ゲート着きました。もうねバスに乗って行くみたいなんでね、早速搭乗していきたいと思います。ではね、バス乗りました。まだね、動かないところに行って、もうちょっとね、待ちたいと思います。初めてですね。ソラシドエアはいつもこんな感じなんですけど、初めてなんで楽しいですね。それでは、出発します。お待たせいたしました。ご搭乗機までご案内いたします。発車いたします。ご注意ください。いや、楽しいですね。すごいです。いろんな飛行機が見えますからね。ご乗車ありがとうございました。ご搭乗機でございます。車内にお忘れ物落とし物をなさいませんでよう、今一度お確かめの上お降りください。なお感染症拡大予防のため、機内発車ご理解いただきますようお願いいたします。お客様ご自身の感染予防並びにお客様同士の不安解消のため、 Attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. シートベルトは腰の低い位置でしっかり締めてください。外すときは金具の片方を持ち上げます。非常口は8カ所です。前方2カ所、中央4カ所、後方2カ所にあります。緊急時、非常口と交代します。まもなく離陸します。シートベルトをもう一度お確かめください。
空は変わると思うんですけども、ちょっと今こんな状況なんでね、中止してるかもしれないですね。それでは、チェリカオカの空を楽しみたいと思います。皆様こんにちは。本日もソラシドエア並びに ANA 共同航便ご利用いただきましてありがとうございます。東部気象です。飛行機はただいま渥美半島上空を高度4万フィートメートルに換算いたしまして約1万2200メートルを大速度で収まり700キロメートルに行きまして順調に降下します。この先紀伊半島を横切りまして現在のところ目的地宮崎空港には全国より約5分ほど早い13時40分午後1時40分前後の駐機場と到着を予定しております。なお現在宮崎空港の天候は曇り、気温は摂氏26度との情報となります。航空機の空調システムは機内の空気を約3分間で全て入れ替えておりますので、どうぞご安心しておくつろいください。生一度お答えありがとうございます。それでは離陸して
過ごしください。また機内にてお会いできることを楽しみにしています。それでは宮崎空港に到着しました。ちょっとねカメラの調子が悪くてですね、もしかしたらピントが私の顔に合ってないかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。いやーこっちはめっちゃ天気いいんですね。一周しましょう。宮崎ブーゲンビリア空港ですね。こんな感じになってます。ということで今回ですね、羽田空港から、宮崎空港ですね、 ANA のダイヤモンド周を、今回はねちょっと YouTube の生放送のお手伝いということで今回させていただきました。今回ですね ANA の株主優待割引券を、利用してきましたので、運賃がね 21,000 円ぐらいで、獲得できたねクレーンポイントが、1281だったかな。ちょっと細かくは、出しておきますね。今回ね2倍キャンペーン乗れておりますので、2400クレーンポイントぐらいね獲得することができました。ということで引き続きね ANA のダイヤモンド周をやっていきたいと思いますので、もしよかったらですねぜひねチャンネル登録しておいていただけるととても嬉しいです。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。